ニュースキュレーション1回目、今日のワントピックは4月20日、アメリカのミネソタ州ミネアポリスで下された判決です。ちょうど1年前、5月の25日ですけれども、ジョージ・フロイドという、黒人が逮捕中に白人の警官に、力によって命を奪われた。たまたまそこに居合わせた10代の同じ黒人の女の子、ティネージャーがスマホでその一部始終を、撮って瞬時に SNS に載せ、あっという間にそれがもうまさに文字通り炎上したわけです。様々なデモやそれから暴動が、起きて、そのジョージ・フロイドの、殺人事件、彼の死だけではなくて、何世代にもわたって、黒人たちが逮捕中、あるいは取り調べ中に、射殺されたり、殺されて、あるいは暴動、暴力を、受けるという、歴史に対する、多くの人々の、反抗、反対、ということが結集をしてアメリカ、そしてアメリカからヨーロッパにも飛び火をし、ロンドンやパリ、まあ、ヨーロッパ中が、このことで大変大きな、まあ、コロナ禍の、最中にもかかわらず、市民運動、になったということが記憶に新しいと、思います。20日にミネアポリス市で陪審たちが有罪という判決を下したわけです。有罪判決が出る直前のアメリカでは、先週1週間は大変緊張した空気が流れていました。地元ミネアポリス市では大きな店がみんな板をですね、店の前に、打ち付けて暴動が起きたら、つまりもし無罪になった時にまたいろんな市民が、いろんなその暴動を起こすんじゃないかということで、大きな町ではですね、学校を休校にしたり、商業施設を、休業にしたりというようなことがあったわけです。で、この判決に対して、これは非常に珍しいことですけれども、アメリカの大統領バイデン、氏が、直前に正義ある判決に期待したいということを伝えたわけです。そして判決が下ったその日に、バイデン大統領とカマラ・ハリス副大統領が揃ってワシントンで談話を発表しました。これがちょうどその模様になっているわけです。カマラ・ハリスさんは今年の1月、副大統領として初めて女性、有色人種として初めて副大統領になったわけですけれども、昨年彼女が上院議員として警察による組織的な人種差別、それに基づく、それが背景としてある暴力、不当な、力を用いることに対する、そのことを、禁止する、あるいは制限をする、法律をちょうど立法しようとしたところだったわけです。ハリス氏自身、両親がですね、60年代に黒人の公民権運動に大変関わって、深く関わった活動家でもあったという彼女自身のストーリー、ライフヒストリーということが背景にあったということが考えられます。大統領が後ろに立ち、そして副大統領を表に立たせ、彼女の思い、彼女の考え、これからどう社会を立て直すべきかということを語ってもらっているシーンです。スマホのおかげで多くのアメリカ人が人種差別の現実を見ることが最近できるようになったと、何百万人のすべてのアメリカ人が今まで苦しんできたこの人種差別、それに基づく暴力というもの、私の両親もそうだった、黒人であるとか白人であるとは関係なく、このレーシャルインジャスティス、人種に基づく不正義というものが我々の社会を蝕んでいるものだというふうに伝えているわけです。黒人だけの問題ではないということを力強く伝えていたわけですね。で、この談話を見て、
まあ、様々な人、人、私もそうですけれども、SNS で発信をしたわけですけれども、その中に、テニスの選手の、大坂なおみさんが自分のツイッターアカウントで、反応をしているわけです。今ちょうど私がそれを私の画面に出しているわけですが、大坂さんは、英語で、ツイートをしているわけです。私はここでお祝いのツイートを、打とうと思ったけれども、急に悲しみに襲われました。それはなぜかというと、私たちが当たり前のことをここで祝おうとしているからであると。これほどの不正義、これほどのひどいことが、起きていたということにもかかわらず、私たちが息を飲んでその氷結を待たなければならないということが、多くのことを物語っているという、ちょうど多分、ちょうど文字数いっぱいの彼女の心のこもった、メッセージを、出しているわけです。大坂なおみ選手が全米オープンの前哨戦を欠場するということを宣言したのがちょうど半年前のことだったわけです。発表したときに、まあ、日本の中で結構 SNS で、抗議をする、反応するという声が聞こえたわけですね。抗議をするならば優勝してから勝ち抜いてから、言ってくれとか、いや、スポーツと政治は違うんだ。そもそもそういうことをスポーツ選手が言うべきじゃないとかっていう声は結構あったと思うんですけれども、全米オープンのテニス協会がですね、彼女の思いを受け入れ、一日、全てのあの試合を、休止にしたんですね。で、翌日彼女が出場をして、ご存知のように、そこから全ての試合を勝ち抜けて、3度目のグランドスラムを、まあ、制覇したわけですけれども、まあ、そうなった時に、これは日本国内だけではなくて、全世界で、小さな声、小さな人が、特にこの、まあ、白人がほとんど あのテニスという個人スポーツ、個人競技でもあるテニスを、この一人の、黒人の女性、黒人、日本人のそのミックスなその女性が動くことによって社会が動いたということは、まあ、かなり、やっぱり賛美の声が聞こえたわけですね。大坂選手が、試合の中で何をした、どういうふうに抗議をしたかということを、まあ、記憶している方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと一緒に思い出していきますと、このように黒いマスクをつけて、毎日7つの試合で7人の殺された、名もなき声を失ってしまった、黒人たちの名前を白抜きの文字で書いています。ここに写っているのがジョージ・フロイド、その、人の名前なんですね。この行動がアメリカでは大きく、取り上げられ、そして、まあ、それ以前からバスケットボールですとか、フットボールですとか、去年から BLM、ブラック・ライブズ・マター、黒人の命も大切だよっていう大きな運動がスポーツ界の中で盛り上がっていたことが、ここで個人競技で初めて、まあ、焦点化されたというか、すごく大きな話題に、なったわけですね。彼女の行動が、まあ、日本の世論に大きな、まあ、つぶてを投げかけるような効果もあったわけですけれども、アメリカの中でも非常に、特に、アフリカ系の女性として声を上げる、そして自分の行動をそれによって、自分の意思でですね、決めて、休場する。そこからこう勝ち抜けていくっていう、こう非常にかっこいい、ことがやったわけ、をやったわけですけれども、先ほどのツイッターで紹介しましたように、そもそもこの有罪判決、今週のこのニュースが、そんなに嬉しいことなのか、みんながお祝いをすることなのかということは確かにあるわけです。ハリス副大統領が談話で語ったように、スマホというものが最近できることによって、今まで顔も名前も知らない、どういう暴力を受けて、どういう不当なさまざまな乱暴を受けて苦しんでいたかということが知られずに、語られずにその人が亡くなっていくということが何世代にもわたって19世紀間ずっと、まあ、続いている。まあ、これはアメリカでいうシステミックレイシズム、制度的な制度、社会の中に織り込まれた人種差別という実態なんですね。で、まあ、今週この有罪判決が起き、
被告、に対して刑期が来週、言い渡され、今は収容されている状況ですけれども、そのことをですね、私が注目している一つの理由がアメリカの話だけではないということです。これから週1でニュースキュレーション、ワントピックを届けて、そして深掘っていこうと思っていますので、見てみたい、聞いてみたい、関心のある方はぜひこのチャンネルの登録をお願いします。